左前方、何者かが来る。向かってくるぞミスター。そこで止まるんだ。勝手なことを言わせてもらうが、この飛行機に近づく者はたとえ成人だろうと射殺させてもらう。成人ならよ、ここに来るはずはねえし、自分の幸福を願うならよ、飛行機に背中見せてこの滑走路から消えるんだ。耳クソが詰まってるんなら別だが、よく聞くんだ。もう一度だけ警告するぞ、見逃してやる。そのまま這いずってこの滑走路の外に出ろ。スタンドスカイだ、セックスピストルズ。ジョルノ、ダランチャ、他の敵に用心しろ。反応が消えたぞ。敵はそいつ一人だ。他にこの飛行機に近づく者はどこにもいない。ジョルノ、見た通りそいつは即死した。調べるまでもねえぜ。ええ、分かっています。しかし用心はしないと。妙にあっけなさすぎる敵だ。まるで倒されに来たみたいだ。おめえ、俺と俺のピストルズを侮辱してんのか。そいつは俺様の敵じゃなかったってことだ。はるか格下だ。そうだそうだ。完全に死んでいます。呼吸はおろか、心拍も生命エネルギーも消えました。ミスター、ジョルノ、離陸するぞ、早く乗って。おいジョルノ、行くぞ。動いてる者に反応し、最優先に攻撃してくるのです。だったらむしろ飛行機は空を動いているわ。早ければ早いほど優先して追いついてくるのよ。今もナイフを落としたから、ナイフを襲ったんだわ。